Peggy 18。はい、こんにちは、ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォーズの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドウォーズ週間チャレンジハード7月26日の週をソロで攻略ということでね、今週も週間チャレンジハードをやっていきたいなと思うんですけれども、ちょっとねライブ配信の方はツイッターとかコミュニティの方ではねお知らせしたんですけれども、お休みしておりまして、まあ、またねちょっと余裕が出てきたり、アップデートのニュースとかアップデートが近くなってきたらねまた始めると思いますのでね、その時はよろしくお願いいたします。で、今週のルールなんですけれども、まず10秒以内にゾンビを倒さないとダメージが入っていくというやつです。ただこのダメージはそんなにすごい勢いで入ったりはしないので、あんまり気にしなくていいかなという感じです。で、アイドリングしてるゾンビが多めに出てくるので、まあ、回復しやすいということですよね。で、アイテム自動補充ということで、これがかなり難易度を下げております。で、ステージはエルサレム2面ということで、まあ、火力系がいないと最初苦しいかなという感じですよね。マルチの時も特に最初のフォードがね、ダムでのフォードが火力系がいないと苦しいという感じです。で、おすすめ編成は火力でゴリ押していくというか、火力で戦っていくというのならヘルレイザーやエクスターミネーター、これがおすすめです。で、マスクとかで抜けていきたいというのであればメディックやフィキサー、これもおすすめです。で、時点でヘッドショットができるヘッドショットスリンガー、ガンスリンガーも結構おすすめです。弾がね減りにくいし、ちょっとねサイレント修正入ってんのかなって感じで、フォードが少し少なくなってる気配があるので、ヘッドショットスリンガーでもいいとは思います。まあ、構成はグレネードインパクトをダメージ2倍にして、でアサルトライフル初期装備、ヘッドショットでマガジンに弾回復、ヘッドショットをキル5連続でヘルスブースト、グレネード3個持ち、これだけだね。グレネード3個持ちだけいつもと違うんだけれども、あとはプライマリーとセカンダリーの攻撃力アップするってやつにしておくと非常に楽になるとは思います。ブログの方にもね詳しくスキル構成とか出しておりますので、概要欄のリンクからねよかったら参照してみてください。それではですね、ソロ攻略の方やっていきたいなと思います。さあやっていきましょう。10秒以内にゾンビを倒していかないとヒットポイントが減り始めるということなんで、まずは10体あ何体かあった5体倒しちゃってヘルスブーストをかけてしまうのがガンスリンガーはいいとは思います。ガンスリンガーはこの点でね敵をヘッドショットでやっつけていけばどんどんヘルスブーストかかってくるんでね、今回すごく楽だという感じです。で、ヘルスブーストさえかかってしまえばなんか落ち着いてもたもたゆっくりねやってってもいいしって感じになるんでね。じゃないと他のジョブだったりした場合は、まあメディックとかだったらね基本自分にまずブーストかけちゃえば安心なんだけれども、外にね結構パラパラいっぱいいるので、その辺のをまず倒して5体倒してヘルスブーストかけて、で次のチェックポイントに向かうみたいな、そんなやり方がいいんじゃないかなとは思います。この後ね少しブリーチングチャージで開けたり、そのちょっとしばらく敵を倒さない期間ができちゃうので、ここでブーストをね1回かけてすぐ行きましょう。これで安心だからね。ガンスリンガーはこの点がねすごく強力だなと思うんだけど、まあ、今回のチャレンジと相性がすごくいいですよね。こうやってやっぱ時間経っちゃうんでね。で、まあ外の敵を倒してちょっと1回10秒リセットして、で、あ、マシンガンだね。マシンガンがあれば今回なんとかなるので、まあパラパラ動き回らなくてもマシンガンさえマシンガンと電気柵さえ左奥に設置できればフォードはなんとかなると思います。なのでね、まあ、あんまり動かなくていいと思う本当。それより動き回って下から登られちゃう方がダメージ結構入っちゃうん で、今回アイドリングゾンビ多めで下に結構ゾンビいるので、まずはこの一番奥、あ、で今回電気柵あったからラッキーだったんだけど、マシンガンとこの電気柵でねなんとかなっちゃうと思います。で、あとはここで下から来るやつだとか上からパラパラ来る特殊ゾンビを迎撃した方が安心だとは思います。動き回るとねダメージがかなりかさんじゃうのでややこしくなると思います。で、ブリーチングチャージは別に最後開ければいいんで、ガンスリンガーの良さはここだよね。アサルトライフル持ってればそれで OK だからみたいな武器を他に拾わなくていいんだよね、これで十分強いのでって感じになるんで、まあ、攻撃力 25% か 15% アップっていうのをつけておくだけでね相当雑魚ゾンビに対して強くなるんで、このアサルトライフルかなりおすすめです。あー、ボマーだけね絶対近づかせないように気をつけて、まあ、電気柵最初にあったからねこれはラッキーという感じですね。で、迫撃砲があれば本当はもっといいんだけど、無理して取りに行かなくていいです。ここでね落ち着いて NPC と倒してれば、まあ、ほぼノーダメでフォードスタートできるんで、動き回ってるとね結構NPC がダメージ受けちゃうんで、あー、でヘルスブーストなくなっちゃってね、本当はヘルスブーストかけておければここも安心して待てるんだけど、まあ、最後ね最悪メディキットで回復すればいいから、これで1体とりあえず倒してしまえば相手の変だと来ないじゃない。この下のやつはグレネードを投げればちょうどいいので、
で奥のやつはそのアサルトライフルで狙って、で山が大きくなってきたらマシンガンで崩す感じにすれば大丈夫だと思います。あ、ブル来てたね。あ、とりあえずフラグでおりゃー、よし、 OK、 とりあえずやっつけちゃって、上のブルさえやっつければあとは NPC で自分でねなんとかするんで、登られないようにだけ気をつけてください。で登らせないため用にマシンガンがあるということで、 3ウェーブあるんだよね。タービンが動き回ってからもう1ウェーブあるので、それでねこのマシンガンが最後のまで持つようにするといいと思います。あとはアサルトライフルでちゃんと撃てば、狙って撃てばなんとか抑えられるららららららら、登るんじゃない危ない危ない危ない、オッケー、まあ、なんとかなるんでね。これでこの後もう一回来るんでね、これが抑えられないで登られちゃうとやえらいことになるんで、ここでマシンガンがねちょっとでもあればかなり違います。あー、でまた来たね。でペイロードが一つおすすめなので、とりあえずフレンドリーファイアでもいいから、とにかくね NPC はこの一番手前のディーナさえ生き残ればいいやぐらいの勢いで、遠慮せずねもうブルとかに捕まったらボコボコ撃っちゃって構わないでフラグとかもねかなり敵をね吹き飛ばしてくれるんでおすすめです。おりゃー、外した、まずい、おりゃー、よし OK、 フレンドリーファイアの方がまだいいかなって感じだよね。 OK、まあ、10秒に1体っていうのはねほぼほぼ気にしなくていいという感じです。とにかく生き残ってフォードが終われば死んじゃった NPC もここでバッて生き返ってくるんでね。おっとっとっと、あ、これラッキーだね。10秒10秒の前に1人倒せたね。でここ開けてメディキットがねたくさん入ってるので、ここで回復していくといいとは思います。これもメディキット、あ、メディキットだね。あ、じゃあ回復して持ってこう。 OK、 でこれを持って、あ、いいね、オートタレット持ってきましょう。最後ねすごく役に立つんで、で弾だけ一応補充していきましょう。ここはまあ次だね、次、まあ特に気をつけるとこはないから、ここさえ超えてしまえばあとはそんなに難しくないとは思います。2回目のあの金網の先のフォード、あれが少しねなんか敵の数が減ってるような気がするので、前はガンスリンガーじゃねなかなか抑えきれなかったんだけど、最近は結構ガンスリンガーでもね全然アサルトライフルで抑えきれちゃったりするんで、何が違うのか分かんないんだけど敵の数が減ってるような気がするんだよね。微妙にね、微妙に減ってるような気がするので、もしかしたら修正入ってるかもしれないと。ああ、フォード起こっちゃったね。じゃあここで一回迎え撃って、ここは上から全滅させなくてもちょろちょろ残ってたっていいので、というか少し残しとかないとダメージ入っちゃうんでね、ある程度倒したら、フォードじゃないんだったらね、ある程度倒したら進んでいったらいいとは思います。そんなにないけど、ま、適当に減らしつつって感じだよね。ああ、ブーストだけかけといていきましょう。この辺のはまあ動かしちゃって、なんか1体だけ残しとくとかね進むルートのやつを1体だけ残しとくとかするとまあいいんだけど、まあ、そんなに気にしなくていいかなって感じで、下に降りてフォードが起こらなければ大丈夫じゃないかな。あ、来た来た、よし、いい子だ。これでブリーチングはね、ガンスリンガーだったら、ヘッショスリンガーだったら開けなくていいですね、はっきり言ってもう初期装備で全然最後までいけるんで。 OK、ブリーチングチャージ開けてどうのこうのってやってる方がむしろ危ないかな。 NPC が囲まれちゃったりするんで、あと特にここは博士が外に出てきてくれないとえらいことになるんで、どんどん行っちゃった方がいいとは思います。でまずは出てここだね、ここで一回迎撃した方が安心だとは思います。どんどん進んじゃってもいいんだけど、まあ、でもブルに後ろから、ブル2体とかに後ろから追っかけられるのはちょっと厄介かな。これ、あ、ちょ、なんで目の前に来るのみんなここでねヘッドショット打ち続けてれば結構ガンスリンガーでも抑えられるんで、リリリリリーって感じだよね。 あれ外したやばい、また外した、まずい、おりゃーてぃー、すげー、おー、いっぱいいる、リリ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 リ、まあ、ヘッドショットの練習と思ってこのあの戦闘のやつのね頭を狙えば、あとはそこにどんどん次の頭が来るんで、そこを狙う感じでいいとは思います。これでいいね、 OK、 まあダメージもそんな入ってないんでなんとかなるでしょう。でここでメディキット、いや違うな、あ、 PDW にしとこうか。 PDW じゃなくてマシンガンの弾数アップってやつにスキルはしといた方がいいので、今回はね PDW じゃなくてマシンガン強化ということがおすすめです。で最初のフォードの時にマシンガンが出ればもう安心みたいなところあるので、で迫撃砲もさらにあればもっと安心なんだけど、まあ迫撃砲はちょっとね一箇所しか狙えないからね、そんなにあれなんだけど、マシンガン2個あるのが一番最初のフォードは一番安心だと思うんだけどね。であとは上の
特殊ゾンビたちをこのガンスリンガー、フラググレネードとか、まあペイロード持ってたらね、ペイロードがすごく楽だとは思うんで、ペイロード落ちてたらすごく最初のホードではおすすめです。あ、で次のホードはね、ロケランとかグレポンの方がいいんじゃないかなと思います。ペイロードでもいいんだけど、次のホードはね、あの特殊ゾンビはプレイヤーはもうほぼ無視して、とにかく大量に前から来るやつら、あれを全部やっつけるつもりでいればいいとは思います。そうすればね、 NPC だけで後ろからブルだろうがハズマットだろうが何が来ようかやっつけてくれるんで。OK、 じゃあここはまあマジで落ちてくるやつらをとりあえず片付けて、わあいっぱい来たな、いいや投げちゃえ、いやいい感じだ、トレレ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 、 OK だね、よし、じゃあ行きましょう。で、あ、チェーンソーもあるね。チェーンソーはこの先、最後、パーツ集めの時にチェーンソーすごく便利なんで、持っていきましょう。最初ここで、まずロケットランチャーとかグレポンをボコボコ打って、すぐ引いて、で、あとは NPC と一緒に撃ちまくる。ガンスリンガーはどうせもう下がっても逃げても何もできないので、撃ちまくる。敵がいなくなるまで撃つしかない。ほんと、殴られようが何だろうが、もうそいつのヘッドショット狙っていくみたいな勢いでいいと思います。ただね、こんな感じで、あの遠くのやつをヘッドショットの位置を狙い続ければ、アサルトライフルでも、ね、ここの方で抑えられるんですね。前はね、それでも結構わーってきたんだけど、まあ、なんかね、ちょっと弱くなったのかなみたいな感じがあるので、これでもう終わりだよね。あー、で後ろからちょうど来たね。これでポイって投げれば終わりみたいな感じ。いや楽勝なんだよね、なんか優しくなってるね、ここ。明らかにもっとすごい勢いで来たと思ったんだけど、危ない危ない、あのクレームはね、事故の元なんで壊しておきましょう。よし行こう。ゾンビはね、ちゃんと硬いんだけどね、まあ、数が少なくなってるんだろうね。少しまたアフターマスのアップデートに向けて、少しいろいろ微調整とかも入ってるのかなって気はするんだけど、よし行こう。ここはまあタレットガンがあったらここに置いて、で弾の補充があったら弾の補充して、やっぱ出て左奥の2つとお店の中の2つ、これでこれが一番早いですね、本当に近いので、これがおすすめです。よし、じゃあメディキットもあるから、まあメディキットいらないか、あーフルやっつけてもらえる。 OK、 よしじゃあ行きましょう。ここの2つをね、まず集めちゃうというのが、あー敵来たね、なんか少ないよね。もっとうわーいっぱい来ると思うんだけど、ソロ、ソロかな、マルチの時はまだそれでもいっぱい来るから、ソロの時簡単になってるのかもしれないね。ここの2つをまず集めちゃって、ワンチャンバックとかね、メディキットとかもあるので、メディックとかできた場合はここでバック補充したりしてとか、あれ今回はメディックだったら本当ブースト使いたい放題になるから、もう本当マスクだけでどんどんいけちゃうみたいな、なんかそんな感じだと思うんだけれども、ヘルレイザーだったらあのシフォ投げ続けられるんで。かなり強いですね。で特殊ゾンビ回復とかにしとけばちゃんと回復したりするんで、しなかったかな、したと思うんだけど、だから C4 投げ放題みたいになるからね、ヘルレイザーもかなりおすすめです。よし行こう、いい感じだね。あーダニエル間違えてさっき打っちゃったから、スクリーマーはとりあえずやっといて、タレットガンも回復して、ダニエルここで回復しちゃいましょう。よっしゃ、ヘルスブースト入ってる時じゃないと自分がダメージ受けてっちゃうからね。これであとはお店の中の2つだね、弾だけもう1回回復すれば、まあ、ガンスリンガーの場合はちゃんとヘッドショット入ってれば本当弾減らないんで、でも450発持ってるからね、これは普通のやつの補充したのと同じぐらいの数があるから、これはいいよね。でこれ出るとき大抵敵がわらわらいるので、それをあーはー、アズマット2体は痛い、でも大丈夫、最悪チェーンソーねブンブン振り回せばガンスリンガーでもどうとでもなるんでね、大丈夫だと思います。とにかくね、あの前に進んで前の敵を倒してそこに進むっていうのが一番あの安全な立ち回り方だと思います、ソロだとね。じゃないと後ろに、ね、行ったり右行ったり左行ったりしてると、どんどん、ね、敵がパラパラ残った敵に囲まれちゃったりして、 NPC があっち向いたりこっち向いたりし始めちゃうんで、自分はとにかく前の敵って決めて前にひたすら突き進んでいけば、NPC があとは後ろもカバーしてくれるんで、そこ行ってるうち終わっちゃった。そんなにね、そんなに難しくないですね、今回のチャレンジは。うん、まあ、こんな感じとなっております。よかったらね、参考にしてみてください。
まあ、最初にね言ったんですけれども、ライブ配信の方はちょっとしばらくお休みしようかなと思ってますので、また始めるとは思うんですけれどもね。あとは来週か再来週だよね、もう再来週ぐらいからバックフォーブラッドの早期ベータが始まったりもするんでね、新作ゲームとかがたくさん入ってくるので、まあ、そちらの方でね参加型とか やろうと思いますのでね、よかったらそちらに参加してみてください。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またなんかね面白い遊び方とかいろんなアップデートのニュースとかあったらねお知らせしていきたいと思います。それではラビットでした。皆様の良きワールドウォーズ Z ライフをお祈りしています。ほいじゃあまたね。Is coming. That simply surviving is a slow death. We have initiated a new strategy in Kamchatka.